息子が女の先生に叩かれたらしいです。理由を聞いたら息子が授業中騒いだり先生に消しゴム投げたり先生のお尻を触ったりしたらしいんですが、いかなる場合でも叩いたらダメですよね。息子は全く悪くないんで明日学校に乗り込むつもりなんですが、慰謝料は取れるでしょうか。もうやれやれやってみる。40代の女性です。最近婚活をしています。若い頃はかなりモテモテでした。相手の男性に求める条件は身長180センチ以上、ハゲていないこと、太っていないこと、スポーツマンで筋肉質、年収1200万以上、顔は爽やかイケメン、両親との同居は NG、 年齢は30代まで。これでは厳しいと思いますか。正気の沙汰ではありませんね。高校生です。何という漢字は何と読むのでしょうか。浅はか。わからないのによく打てましたね。わからないとは一言も書いてませんよ。浅はかですね。早々のフリーレのフェルンって幼稚すぎてムカつきませんか。フリーレに抱く不満のストレスを上に支えないからって先輩だからと後輩でしたり、見てるスタートに当たったりしたり、フリーレはそもそもボスで自分に弊害があるから下の人間関係に置きていくんだろうけど、気づいたとして能力としては強くはあるけど、そういう人間関係の面で未熟だから、フェルンの人間関係を悪くする暴走ぶりに全く頼りにならないし、よくパーティーが続いてるなと思いました。したら、キャタインは女の子だなと言ってくれたり、俺に見て許してくれるからいいものの、彼には支えられているのを気づいておられる自分が正しい先輩だと思ったし、自分がずっと肩を知って厳しいって自分が気づいてる態度を変えたり、いつも許し、未熟で幼稚でまあまあ自己中なのに近づけて、自己紹介で技で誘導できるのもどこか慣れてるのか、つまり彼が年だったとして、なおかつフェルンの身近な目をするっていうのを男性だったら間違いなくなったり、空気が悪くなり、怒りだったので、そこや調子抜いたら絶対他の女性だったら、ただ押せないといけない。上としてこられてるのような先輩がいるから、俺でも身近に意識持ちながら私を踊りたいからと思います。幼稚とは思いません。おっぱいが大きいから。ホタテの貝柱は人で言うとどこの部位ですか、ね、質問がおかしいとかはやめてください。傷つきます。嵐はデビュー曲の最初で時期尚早と連呼していますが、あれはデビューが早すぎたことを嘆いているのですか、ね、確かに聞こえますがって言ってますよ。親に出るの見られました。どうすればいいですか。エロ本頼みな。一内湯とあったら何しますか。僕なら島買います。買えるよね。だってアスギの上だよ。豪華車よりも上だよ。あんね、1兆円でも毎日5000億円使わないと死ぬまでになくならないんだよ。毎日5000億円だよ。毎日。あ、これ1週間経ってない。ナユタとか考えたくないな。お分かりいただけただろうか。私はね、足がね、短いんですよ。いわゆる短足なんですよ。それでね、私は陸上部でしてね、タイムとか上位なんですけど、他の人たちに足短いくせに、とか、よく短いのに走れるね、とか言われるんですよ。それでね、足も短ければ顔はブサイク。顔はブサイクだったら足は筋肉ついて太ければ乳もね、身長もね、乳もなけれなんもね、身長伸ばそうと思ってもね、私は春から高1でしてね、伸びるかすらわからんとですよ。母は158センチで、父は162センチです。それでね、私は今 149.9 センチなんですよ。姉は159センチとですよ。さて、何なんですかね。私は小さい頃から夜更かししてて、そのせいですかね、中1から中学卒業するまでね、9センチぐらい伸びたんですよ。果たしてね、高校になっても伸びますかね。食生活もダメなんですよ。魚は食べれないし、野菜もあんまり食べない。お肉大好き。もうね、身長伸ばしますよ。だから、いろいろ生活リズムや食生活を良くしますよ。本当にね。あとね、 iPhone 4S なんですけど、充電切ってもまたすぐに勝手に起動するんですけど、どうしたらいいですか。また気違いみたいなのが出てきた。まあったかくなると変なやつが増えるわ。新人看護師がもう無断欠勤。看護師をしています。4月1日より病棟に新人看護師が4人来ました。4人とも昨日今日ともう無断欠勤して、スタッフ全員困り果てています。どうしたらいいでしょうか。もしかしたら休日を本当に休日と思ってるのでしょうか。新人のうちは休日に病棟に来て仕事を見て覚えるのですが、それがわからないのでしょうか。もしかしたら4人とも発達障害でしょうか。明日からどう教育すればいいでしょうか。初恋の人と再会して付き合い始めた、そんな人はいますか。甘い話でも付き合うまで大変だったという話でも大丈夫です。うちの母と父がそうです。中学が同じだった父が母のことを初恋だったそうです。で、大学で再会。その時は2人とも別の人と付き合ってたが、その後たまたま別れた時期が同じで付き合うことに。そして結婚。離婚。変態です。宿題にお茶をこぼしてしまいました。拭いたら切れそうになってやばいです。早めに回答お願いします。どうすればいい手ですか。大変ですですね。まずは落ち着いてくださいね。ちょっと呆れてます。中2になる娘の修学旅行先が去年家族旅行で行った場所なんです。せっかくの修学旅行なんですから、初めて行く場所で思い出作りたいですよね。これって当然行き先の変更できますよね。来週学校に行こうと思います。それにしてもしっかり子供たちに調査してから行き先を決めてもらいたいと思いますね。呆れてます。はい、行ってらっしゃい。死刑囚の最後の晩餐って何が出るのですか。ラーメンが多いですね。私の時はうどんでしたが。